それこそいつのルーブルとかね、アスコットエイドとかね、重賞勝たしてもらった馬かな、うん、まあやっぱりテームプリキュアかな、最初の重賞勝ちで G1 を勝たしてくれて、オーナーにもだいぶお世話になったし、最後もテームスパーダで、まあ、締めたらおかしいけど、あとまあ馬いっぱいいますけどね、もうこういろいろともう言い出したらきりないんで、まあ結局自分の好きなことをやって人生やってこられたんで、まあ最高じゃないですか、うん、もう忘れましたね、うん、その時にはあっただろうけど、もういちいちそんな引きずってたらやっていけないですから、うん、なるべく忘れるようにしてきたんで、やっぱりその馬の特徴っていうかね、特性っていうか、もう合わせてその無理させないで、で攻めるとこはしっかり攻めてというか、そういうメリハリのついたそういう調教を心がけてきましたけどね。馬券が買いたい、まあどっかで競馬場でいるかもしれないね。パドックで騒いでるかもしれないですよこのままこの競馬界を盛り上げて行ってほしいかなっていう、はい、まあ長い間、応援ありがとうございました。この後うちの在京馬が、まあ、あちこちに行きますけど、またそのまま応援を引き続きよろしくお願いします。